3ヶ月ぶりの徘徊は、飛鳥村稲淵の棚田へやってまいりました。あれは何やろな、ちびまる子ちゃんかな、分からんな。さあ山越えして暑くなる前に帰ります。
わあ、やっぱり急な階段や。日本一長い神社の名称と、言われております。覚えてるかな。飛鳥川上にいます臼滝姫の御琴神社。遠いところから失礼します。縁の行者さん。